男はその日、獣のごとくピザを食べていた。星野圭介。その体は彼の豪快な性格を物語っている。Yeah, that's the reason why I'm saying that this nature. ジャパニーズクラブのインスタグラムに上がればいいんですよ、とりあえず。Hey yo, by the way, so we have so many cookies in here. 俺の先生、ジェリコの先生歩くぞ。It's like discount card. For you, that's a bit. That's a bit. You know, it was like, bit. And I want $1. And after that, I want you. And please have a good night.Okay, bye bye. ボン。エグゼクティブプロデューサー星野圭介の仕事は多岐にわたる。撮影の合間に必要なケータリングの手配と値段交渉、映画の宣伝や売り込み、資金調達のためにさまざまな手を打ち、たくさんの寄付集めに成功してきた。しかしその裏で失敗がなかったわけではない。アワビ専用のウェブサイトを作ったのも彼だが、それに対する周囲の反応は予想とは違ったという。正直思ったところ、ウェブサイト作りましたと、学生分際が、ドネーションボックスも作りましたと、学生分際が、ちょっと褒めてよと思ったんですよ、俺的には。いや、学生がね、映画一から作ろうとしてるんだよ、学生レベルだから、周りの人たちはちょっとかわいそうな目で募金してくれるんじゃないかなっていうふうな俺の中でありました。でも蓋開けてみたら世の中はそんなに甘くなくって。また大学内にいる学生に無料でチョコを配り、 SNS 上のグループに集めた上で宣伝を行おうとしたが、それも不信感を抱かせてしまい失敗に終わる。50人確かに集めたけれども、あの50人の人たちがお互いにお互いのこと知ってるかって言ったらマジ知らないし、あの50人と俺との共通点は何ですかって言われた時に、赤の他人で終わってしまうんです。何のグループなんだっていう風になってしまうわけですよね。で、そこに入ってくれたグループの人たちには、いや、こういうイベントがあった時に連絡するよとか、今頃俺が作ってる映画を紹介するよとかっていう風に言ってるんですけれども、うまくいけなかったっすね。この日、星野圭介はとある人物を訪ねていた。UCA 学長、ヒューストン・デイビス。Anyway, and then like a long story short, the reason why I came over here with him, the reason why I really wanted to talk to you is pretty much like a... 主な目的は映画の宣伝。そして映画制作とは別に行っているキャンペーンへの参加依頼だ。And also, like, I wanted to ask you a huge favor, would you mind to join our campaign with us to support for us? His nature with Mandalay? Yeah. This is the campaign for people staying healthy during the coronavirus lockdown.This will help you to stay healthy and in contact with your best friends during these trying times. So I want you and you know, anyone else that has concerns in this space to know that you've got a lot of people here at UCA that you can turn to. And you've got an entire community here in our university that very much... Okay, I kind of suggested, and then they're like, go ahead.If you want to do it, just do it, you know? Sure, sure. And then, you know, I'm really, really enjoying it.
No, if I'm honest, you should be. Well, is that website obviously is live. Do you mind sharing that with me? Do you mind sending the link to me? Yes, sir. That would be great. 学長が参加を承諾した。No, actually, yeah, there we go. Yes, sir. UCA.edu. Yes, sir. Thank you so much. No, if you send the link to. You have a good day. 俺らのキャンペーンのことをみんなめちゃくちゃ興味津々に聞いてくれたっていうのが嬉しかったですね。何よりも話を最後まで聞いてくれて、で自分が目標としていたことは、まあ自分たちにとって利益があること、相手にとって利益があることをしっかりと伝えられるようにしたいなっていうふうに自分の中であったんですよ。そうですね、とりあえず今日良かったんじゃないですか。まあこれから明日からどうなるか、今日の夜からどうなるかによりますね。お疲れ様でした。いえいえ、お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します、はい。星野くんは東京生まれ、運動が得意で外で遊ぶのを好む元気な少年だった。そんな彼にも葛藤に苦しんだ時期がある。中学の時に、まあ、中学 2,3 年の頃に、まあ、バスケットもやってたし、まあ、友達とも、まあ、仲良くさせてもらってたんですけれども、まあ、ある日を境にちょっと友達の態度が違うなって感じるところがあったんですよ。まあ、バスケやってる時にも、まあ、そういう風な感じがちょっと感じて、でそうなった時になんで人ってこう周りが回れ右っつったら回れ右するのかなっていう感じるところもあったし、なんでみんながノーっつったらお前もノーっつるのかなっていうふうなことも感じ始めた時期だったんだよね。で相手が思うことに対して俺がそれ違うんじゃねとか言ったら別に何言ってんのみたいに見られるところもあったんで、まあそれを理由に、まあ周りとの意見が食い違って、まあちょっと孤立するっていう時期もあったんですけれども、一度は不登校になった彼を救ったのは学校の先生たちだった。自分を助けてくれた大切な人には恩返しをしよう、そう思った。今ここで彼らが俺らに親切をしてくれましたと、優しく、なんていうの、まあ彼らが思いっきりマイナスになってるんですよ。それに対してじゃあ俺らがどういうふうにそのマイナスを埋めてあげられるのかなって、上め上げ、なんていうんだろう、感謝しなくちゃいけないんじゃないかなっていうか、ありがとうをうまく伝えられないからこそ、ありがとうをどうしても自分なりに伝えられたいみたいな、伝えたいっ